さまざまな人間が描かれていく SF 短編集はこちら、イスカリユバ先生の人間たちの話です。基本的にポップなけれど表題作が強烈な SF 短編集でした。宇宙人を探す学者や宇宙でラーメンをする地球人、透明人間など異なるものを見つめながら人間を描いている短編集です。どの短編も好きですが、特に好きなのは表題作、宇宙人を探す学者の疎外感と家族の物語、ロジカルなモノローグ最高。ぜひお読みくださいませ。